はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの的友沢デビューガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラとしては暁守くんと、的友沢くんの2人になってまして、初回10連で、バナーキャラから PR 以上1枚確定の SR 出現率2倍と、で、20連目と30連目で、SR 以上1枚確定にはなっているんですけれども、バナーキャラからね SR 以上1枚確定というのがないので、なかなか、厳しいかなと思います。で、俺はね暁守くんも持ってないので、できればね今回のガチャでどっちかは欲しいですよね。一応出現率自体は17倍にはなってるので、本当にどっちかは欲しいというところで、じゃあ単ガチャをね引くとね、ちょっと石の都合上足りなくなっちゃうんですよ。ギリギリ足りないっていう、本当だったらね単ガチャとかでね SR が出てくれるとマジで狂喜乱舞なんですけれども、ちょっと10連ガチャの方から引いていきましょう。ここもね SR 出現率2倍になってるんで、いわゆるバナー枠で SR が入ってくれれば超美味しいですよね。10連いきましょう。せめて何かグググポン、お、虹玉来た。1枚目に入っててくれ、1枚目に来てくれ、1枚目じゃない。ただまだ希望はある暁守くん。さてここはおお、来た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 。もう満足っす、ありがとうございます。的友沢くんからの的友沢くん R。的友沢くんもねいいところは、暁守もそうなんですけれども、通常のね、友沢くんから解放ができるっていうところがめちゃいいですよね。暁守もね来てくれればね、もう一気にプラゴまで持っていけるんですよ。よし、これはもう30連目までいきます。さてあとは暁守頼むぞ、ポン。ここで1枚、反転はしない。あ、余剰だ、余剰は結構嬉しいな。犬川くんの PR、こんな感じか。余剰だったんでいいでしょう。余剰って今いくつだっけ、3だかそんくらいだったような気がする。じゃあラストの30連目に行きましょう。暁守る2個とか入ってくれればかなり期待値は上がるんだけど、1個確定枠だけ。おお、しよ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 し、マジよかった。前回のねコナミガチャがわりかし爆死してるんで、でもこういうところでねきちんと来てくれれば結果オーライというところですね。よし、今回はかなり良かったですね。前々回のね星空星光くんガチャもめっちゃ良かったんですけど、今回の、的友沢くんガチャもかなり良かったですね。最近は結構引きがいいね。あとはね、いつ来るか分かんないんですけども、天空ガチャもね、来たらここはねマジで全力でね引きに行きます。天空キャラ4キャラはね全員強いので、あとはじゃあちょっと解放の画面に行きましょう。はい、それでは的友沢くんと暁守のね、上限解放をやっていきたいと思います。まず的友沢くんですね。でちなみにね普通の友沢の SR プラゴっていうのがあって、でこいつはねもう的友沢くんに食わせます。正直ねもう普通のね友沢使わないんで、せっかくねプラゴまで育てたんですけれども、ちなみにねプラゴをねぶっ込むとレベルがね2か3上がるらしいんですよ。ちょっとやってみましょう。3とか上がってくれるとすんげえ嬉しいんだけど、おっ3上がったわ。すげえ。マジで3上がるんだ。であと普通の、通常友沢 PR のプラゴがあるんで、これで2上がってくれれば一気にプラゴの完成ですけれども、そこまでうまくいくかどうか。あ、いった。一気にプラゴになったわ。
というわけで、まずマットモザワ君、SR プラゴの完成ですと。いや、3上がったのはでかかったね。まあ普通のね、友沢なんて別に惜しくもないんで。で、あとはこっちの暁守くんですね。もう暁守くんはね、素材だらけ。これ絶対ね、プラゴに持ってくるでしょ。最悪だってさ、PSR のさ、普通の守くん突っ込んでもいいと思うんだよね。1個ずつ行きましょう、1個ずつ。まず BR を1つ突っ込んで、1。で、2つ目突っ込んで、どっかで2上がってくれればね。あ、上がった。3。で、4、5になるかな ?4 かな ?4。で、5と。はーい、OK でーす。よし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 。あとはレベル上げか。ゲドウくんをね、大量に使うことになりそうだけど、まあ、わりかしね、ゲドウくんの数はあるんで、大丈夫でしょう。で、今はね、まあ、ちょっとダンジョン用にね、日野くんをリーダーにしてるのと、今ちょっとね、ダンジョンの不具合でね、ルナちゃんとか、キバがね、使えない状態になってて、レンジャーのね、霊力持ちが若干不足しているというところはあるんですけれども、まあその代わりね、石200個のわび石があるんで、まあ本当はね、それを取ってからガチャ引こうかなと思ったんですけれども、まあ700個ね、ギリギリ溜まったんで、今日引きました。というところで、まともざわくん SR プラゴと暁守くん SR プラゴが出来上がりましたので、もうめっちゃ満足ですね。まあ、ちょっとダンジョンが落ち着いてきたら、ここら辺のキャラを助っ人にしようかなとも、思います。まあ良ければ使ってみてください。まあ、あとはね、こちらの使用感の方も、動画で出していければと思いますので、まあ、また見に来ていただければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。